何これ。分かってなくて、難しい。何のゲームしよった？第五人格っていうゲームしよるよ今。中学陸上部でした。すごい、いいね陸上部。私も陸上部になりたかったな。いや私はソフトボール部になりたかったんよその時は。友達がソフトボール部でだからソフトボールやりたかったけど、ダンスやっとったけできなかった。ダンスとかモデルもやっとったけダメだった。どうなっとるん。ちょっと一回さよなら。ちょっと間違えちゃった操作、間違えちゃった、ごめんごめんね。ほらあのクマさんがあんなにも怖くなっちゃったよ顔。じゃあとりあえずこのメンバーでいきたいと思います。思いまする。ソフトボールできるの？できない。はい、なんかねこの名前の隣に書いてあるマークとかあるんだけど、これがねこのやつだと救助キャラ、なんかいろいろあって救助キャラとか、まあ、なんか解読キャラとかいろいろあるんだよ種類がね。で救助キャラだったらまあ救助に行った方がいいキャラクター、まあそのまんまなんだけど名前で。解読だったら多分というか人より普通のキャラより解読の速度が上がったりとかするキャラクターとかいろいろあって、そういうのをなんか見極めながらキャラクター使っていかないとなんかダメみたいななんだけど、でもちょっと難しいよねっていう。なんか難しくて無理だよって感じ。全部覚えれないよそんなのみたいな。始まりました。いやー私が一番最初に狙われてます。狙われてます。やだやだ、間違えたー。奥門間違えたんだけど今。私は今踊り子っていうキャラクターを使ってます。踊り子はオルゴールを持ってて、オルゴールを使うと速くなるオルゴールと
あの遅くなるオルゴールがあって、そういえばボーリングのピンにウイスキー、え、本当に？やば。ウイスキーが入ってんの？じゃあ酔うの？あ、ハルタンダルマ。ありがとう。私指名手配ついてるので、どちらか見てください。割れ窓理論ついてるわ、多分ついてるわ。え、やばい傭兵が倒れてしまった。よいちさんだるま、ありがとう。あー、ごめんね、キジジ君。やばいやばい。え、マジで何時までショールームしよう。なんかお出かけも行きたい気分なんよ。お出かけって言っても別に何も買わないし、なんかちょっとケーキ見に行こうかなぐらいのノリ。傭兵どこにいるの？回復させてあげたい。でも今はちょっとナオナオさんを助けに行きます。オッケー、頑張れ、頑張って逃げて。マジで傭兵どこにいるんだろう。うわ、狙われてます。俺っち狙われてます。ちょ、たまたまたま、へい、刺す無理、刺す無理、わい、えい
諦めたなこれ多分私のこと。あこれ諦めたわ。頑張ってねバイバイ。頑張ってね。間違えた。頑張るの私や。バイバイ。え、いや、ちょ、頑張ってね。何するの？間違った？お疲れ様。あ、ごめん、もう一回言って。帰ってくれんそう。くれめんそう。ユミ出かけたらオレオのパタチかって、しょうがないな。え、すごい、そんなことできんの？そんなことできるようになったの？あれどこだっけ？妖怪逃げろ。捕まったー、捕まったったー。ポテチのり塩食ってきて。よっと。お、いいね。どこにいるの？音楽鳴ってんのにどこにいるのか分かんない。優勝だけ？もしかして。アメリカンドッグの
ケチャップとマスタードの容器切る折る瞬間が好き。すごい、カチャってやるパッあやる瞬間。なんで？逃げれた。ちょっとコンビニ行ってくる。行ってらっしゃい。いつでも来ます。いつでもできますか。了解です。あれそうだよね、確かに考えた人すごいよね。よくできてるよね。だってこうやってやったらどっちも出てくるんだよ。なんて素晴らしい文明機器。6万人突破です。こんにちは、6万人の皆さん、来てくれてありがとうございます。特に何ということをしているわけではなく、のんびりのんびりただやってるだけなので、ちょっとでも覗いてくれた皆さんありがとうございます。きっと明日の朝もちょっと長めでやってる可能性はあるので、いつでも来てください。はい、何も別に考えてなく、気づいたら9時、9時間やってます、はい、6時長時間お疲れ様です。いえいえ、こんな全然。そうそう、お腹減った。あ、全然お腹減ってない。 あ残りあるから、これも食べないといけんけね。余裕に帰るんかい。フレキだ、フレディじゃなかった、フレキか。ケリー9時間半見てた。ほんまに全部見てんの。朝から朝から見てんのすごいよね。ありがとう。フレディは DVD、 確かにそうだね。 Five Nights at Freddy's、 そう知ってるかな、これタイトル、タイトルホルダーって何。ではいざ参ります。今回私が使っているキャラクターは患者というキャラクターでございます。このキャラクターはですね、心理学者というねキャラクターを溺愛しておりまして、やられました。今やられました。
やばいやばいやばいばい。それは予想されて、これはちょっとさすがに無理。あい、お疲れ、お疲れんこん。ピエピエピエ。朝からずっと見てます。ホワイトタイガーさん。いや全然ホワイト、北海道タイガーだった名前。北海道のタイガーなんですか。お、画家いけいけ画家。引き寄せチャイナチャイナチャイナ。お、ありがとうございます。はい、なんでなんでなんで、おかしくない、おかしくないためや。私の、あ違う、感情は男だから、俺の大好きな心理学者待ってるよ、お前のこと。患者になりきってみた。こんなこと言わんだろうけど。いけ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 、お疲れ、ありがとう。大丈夫か。もうほんとリーチ長ねえ、絶対当たってないと思ったもん今。私の患者人生終わった。なんでなんでなんでやねんねんねん。ハロタン色とりどりのドラマありがとうございます。そろそろお腹減った、お腹減ったの？何食べる？おかしくないとめや。こんにちは、こんにちは。ハロー。あ、本当だ。やられてるやん、みくちゃん。え、この画家めっちゃかっこええやん。いいね、この画家。あ、ラブハーさんが俺の心理学者やられてる。ハロタンバラありがとうございます。ポンタハートありがとうございます。チーク菓子あるけどやる。はじめまして、おはようございます。ハリーさんですか。俺の心理学者。ごめん、声出ちゃった。え、頑張れ。二人やもうほぼ一人のようなもんやけど、なんかすごっ。
みきちゃんあれやな、あ、助けに行かないでね、はいはい。あれでもマップ間できる、いやなんか会終わって観戦見てるって感じ。やられたね、これ終わった。やられました、はい。初見です、ちんじゃや。じゅんぺっけすみんだ。24時間ショールーム、24時間ショールームやったら見に来てくれますか。 Oh my god、 ちょっと Oh my パスタ、おーうまい、 Oh my パスタ、おーうまい、 Oh my パスタ、 Oh my パスタ、 Oh my、ありがとう。続いてが、うん、はい、こんばんは、ピアスミだ。よっしゃ、ハートありがとうございます。どうだされてた、へい、へい、叫んでる心の声、閉ざされてた、うんうん、おおおお、傷つかないように孤独に逃げ込んだ、うん、よし、そうね、もうデブ活って感じ。さあ始まってまいりましたけれども、今回私が使っているものはですね、庭師というキャラクターでございます。ニワシはですね、あのロケットチェアっていうものがありまして、ロケットチェアはハンターがサバイバーを縛りつける拘束するあの椅子なんですけれども、そちらを壊すことができるキャラクターとなっております。めちゃめちゃ簡単に言うとそんな感じです。そして私の近くにハンターがいます。どっか来ましたね。もうカチカチよ、もうめっちゃ硬い。ロケットチェアにこう拘束されてピューンって飛んでっちゃうの。3回あの拘束されると飛んでいくか、なんかすごいこうずっと捕まってたら死んじゃう、飛んでいく、吹飛ぶ。あー、蝋人形師じゃん。
こうなんか知ってる敵が来たらめちゃめちゃ嬉しい。ハンターね、ハンターのキャラでもなんか全然知らんハンターとか来たらもうわけわからん。どういう対処法をしていいのかもわからんけ、むずい。拘束されてしまう。今拘束硬化してた。今オフェンスが固まってた。あれニックン患者使っとるやん。え、私のこと嫌い？みんな私が来た瞬間に離れていくやん、びっくり。ハンターそんなに、そう、いっぱいいろんな種類がありますよ。あー、オフェンスやられてしまった。行かねば。私が行こう。なんか脱出できてるんですけど。倒れてる板を倒そうとし、壊そうとしてしまった。永遠狙わとるやん。おお、ニックンが捕まってしまいました。待っとけ。私が、あれどこにおる。あ、そっちか。ちょっと待って、あとどれくらい。ちょっとギリギリだな。ちょっともう行くしかない。お願い、間に合え。あー、間に合わなかった。残念。ごめんよ。迷ってる場合じゃなかったな。硬化してた今。カチッつって。
危なっ、バレるとこだった。森田さん大丈夫かな。なんかめっちゃ降ってきたんだけど。そうやね、キャラは解放していかないと使えないかな。こんにちは、こんにちは、やっほー、ありがとうございます、来てくれて。ではありがとうございました。えらい、買い物行きたい。買い物でもないけど、ハムハム、お出かけ行きたい。どうしよう。それか秘密の部屋見るか。おもろすぎるでしょ。ちょっと秘密いけるやろ。どうしよう。出かけも行きたいし、ジョギングも行きたいし、秘密の部屋は明日見よう、一緒に。明日も配信するわ。じゃあ同じ感じで明日は唐揚げ作るわ。じゃあ、いや、私今日作っとくかも、もしかしたら作り置きしとくかも。そっちの方が安全だね。なんかみんなも心配にならないし。明日仕事やわ。皆さん多分ね、仕事だと思いますだって平日だもん。そうだから、多分平日なんで見るのは多分難しいか。ずっと流しとくだけなんで私。行けたら行く。あー、行かないやつや。それ行かないやつやん。そうなんよ、お外が暗くなっちゃう。会社休みたいダメですよ。会社休んじゃらダメですよ。一緒にユニバに行けなくなるよ。いつの話しようねって話だけどね。お、ごめん、ロコボコさんバラありがとうございます。部活前に行っちゃう。うわ大変だ。何部何部
仕事終わりました。ゆみお疲れ様です。明日ユニバで待ってます。じゃあ行こうかな。あ、残念、除外日だ明日除外日だからダメだ。マヤがドライブ行くってぶやばいやばい、それ悪戦的な痛いよね。もう私全然痛くないけど。それな、暗くなっちゃう。除外日とは年パス使わないんですよ。年パス除外日っていうのがあって、年パス持ちが入れない日なんです。もうここ私の住処になったの。なんかもう住処なんだけど、なんかもう眉、こんなすっごい狭いところで過ごしてるって感じ。あー足伸ばさないともうダメそう。まあそれね、個人差あるよね。熱出る人もいれば熱出ない人もいるし、ね、まあそんなもんでしょ。なんランク戦いつなんだろう。今日何時からかな。2時間36分後よ。6時だ6時だ、うん、自動公開誌とかもなんか全然使ったことない。奴隷やんこれもう。好きなん、好きなんか。日常ミュウミュウが見れて嬉しい。あら嬉しい、そんなこと言ってくれて。キャラ全種持ってる。持ってない。さっきまあ、さっきまあ、YouTube の撮影。お、何してたん？何撮影？どんな？
やがて菜の花が咲くよ、ずっと競い合って、あの丘は一面白い杉咲いた。やがて風に吹かれてここでまた出ても叶わなくても、すごいな再会。凝固した夢、雪だ雪だ、眠るな眠るなと常に自分に言い聞かせろ。両目を閉じれば、そこにあるのは甘い夢ではない。最後の刹那に聞こえるのは命を奪う旋律だけだ。致命的な招待状。誰これ、写真家か。熱烈な招待には気をつけて。危険がいっぱいの晩餐会は罠であふれている。カシャカシャ、瞬く間にあなたも彼のコレクションになるかもしれない。だってまあ、これは芸者、あ、読めません読めません読めません。泣き虫、幽霊人形。ロビーは一つの幽霊人形を作り、彼と共に孤独な時間を過ごした。ロビーはその人形はとても可愛がっていた。ロビーをいじめる奴がいれば、幽霊人形の復讐も決して遅れたりしない。裁縫セット、カウボーイ。偉大な裁縫師には偉大な裁縫セットがあるべき。終わり。催眠器、道化師。決してじっと見つめてはいけない。一度でも催眠にかかってしまうと、君を待っているのは最強の悪夢でしかない。夢の魔女、水晶。雪国の職人による作品。常に強烈な歓喜を放っている。ですって。ですって。召喚師、制裁。清潔の裏側は何か。それは君がどう定義するかによることだ。すごくね、よくこんなこと考えられるなって思うまん。かっちょいい。モーサハートありがとうございます。ボコボコさん5番ありがとう。あ、안녕、지금뵙겠습니다。こんにちは。6時半からずっとやってるの？そうなんです、6時半から。もうね、気づけば4時半になってますAM6 時半から、気づけば4時半です。わお、びっくりびっくらこいたそう、なんか気まぐれでね
配信してて、特にね、なんか何をしようとかもう別に決めてなかったんだけど、気づいたらそんな時間だった。ご飯食べた？食べてよ。お昼はピッツァ食べました。食べ申して、孫は外に食べに行く？どうしようかな。朝より可愛くなって、あ、化粧いたしました化粧しました。配信中にね、そうやね、映画一本見たらもうあっちゅう間よね。夢が叶わってても叶わなくても、初恋の再会、どれだけ一緒に歩いたか、まだ押さない手を引いて、遠ざかる夢を見た、合ってるの？大人になんかなりたくはないと、にゃん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 、久しぶりにちゃんと瀬戸内の妹よ、幸せになるんだい、その声をかけただけで涙滲んでくる、瀬戸内の妹あ、お出かけしてきたの、いいな。何してきた？あ、そういえばコストコ行った方はどこ行ったっけ覚えてるのすごくない私。もう一人の私、もう恋してる証、真実がね、偽りに隠れてるから、女はみんなライライライ、プライドというは生きている、まだまだ裸のハートはまだまだ見せられないわ、Yes 1番
言いたい言葉は今そう一番言えない言葉よ。ピザハットからすごいすごい、ピザハットさんからなんか返信来てたよ。ご注文いただきありがとうございましたっていう、ね、めっちゃびっくりしたんだけど今。びっくり、もうフォローしちゃうからびっくりした。それでハッとしたんかうまい、さすがっす。おいしくいただきました、いただきました。ピザハット、びっくりした。公式からだよ、びっくりじゃない、びっくりでしょ、びっくりすぎた今、びっくり、びっくらこいた。女はみんなライライライ、ほんの少し嘘つき、持て余した感情が、プライドというは生きている。こんなうどんあるんだ、すごい。カピバラさんの投稿、淡路島さん玉ねぎ店のうどんだって、あのカップ麺。セトラブよろしくお願いします。夕日が沈む空を見ているか、今を受け入れること進むこと教えてくれる、失うことは何かをいつか必ず手に入れられること、あたりは少しずつ暗くなり、夜を描く点線みたいな星たちね、ちゃんと見てあげようよ、君が君らしく夢を生きて、夢、あ、行け行け今日がどんな一日、やばいやばい、音程よ、びっくり。どうだかなんて帰りに時間がえるよね。キリリさん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。やばい、どんどん時間が過ぎ去っていく。お買い物行きたいなとか言ってたらどん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 過ぎ去っていくんよ。早く行動に移せって話だよね。でもなんか終われないじゃん、なんかやっぱ寂しくてね、終わりが恋しくなるやん。やめられない止まらないかっぱえびせん、そう、一緒一緒一緒。
オールでカラオケした娘がやっと大丈夫、おかえりおかえり。今日のやるエピソード、お、いいね。あ、ダメだ、もう足がしんどい、ずっと曲げてるからもう足が。嘘をキスする完璧なのかな、アニマ小説らせた街中の伊豆の歌うん、快楽的な君は甘い蜜をすすって退屈に気がついた。I taste you and me, you know me. 誰かに刻まれたシストロン。あ、これ引用リツイートした方がいいか。キャンドル一緒に作りましょ。598分って10時間なんだ。気づいたらもうそんな経ってる。すごくない？やば、友達が
今日見た夢がすごい。すごい、どっちがね今日昼寝で見た夢がなんか好きすぎて監禁してその人を殺す夢と、簡易的カプセルに2人が入ってその中の1人がもう1人を殺してカプセルが真っ赤に染まっていく夢と、コンビニのバイトに何これコンビニのバイトする夢、店長に質問攻めされたらしい。で私その子の元バイト先の店長を私が殺す夢だって。やばくね怖すぎてやばい。そうそうそう、私は怖いやん、別にそんな見ないよ。怖っ。どうしちゃったの。病んでる。いやそんなことないけど、そんなことないと思うけど、あでもやみそうすぐ分かんないけど、バイトバイト、いらっしゃいませ。何名様ですか。あ2名様で、あちらの席へどうぞ。お昼でございます。ご注文はお決まりでしょうか。はい、スマイルください。はい、スマイルだよ。ご注文は決めで、あ、そうですか。では、1億5000万になりますけれども大丈夫でしょうか。そして私はひも人間になりますけれども、そちらでもよろしければいいですよ。あ、
くまさん投げてくれた、ありがとう。くま文化、あーすいません、あの一括払いしかちょっと受け止まってないので、うちすいません、はい、申し訳ございません。ポテトの L 頼んだらラージじゃなくロング、いいねそれ大変じゃね。でも店員もさ、あもう長いやつだけこうやってこうやって集めて、あ長いのは長いので作るか、スモールスショート、こんなこんなんがバーってポテチやん、なんか細長いポテチやん。世界の短いやつ私も好き、そっちの方が断然美味しい。あくびしたけ、涙が出てきた。ちょっとあの1分後に起こして、アラームつけるね。じゃあ行くよ行くよ、1分だよ、これ絶対やばいでしょ。アラームです。これアラーム。え、ちょっと。どれにしようかな。アラーム。目覚ましじゃん。よし、今ねこれないアダム。うるさくないわ。じゃあ寝るね。じゃあ1分後に起こしてね。
ごい夢見た。怖かったあ、もう月曜日？おはよう。60秒って短いでしょ。早いんです。うん、カマキリに襲われる夢見た。怖かった。ガナガナって言われるめちゃくちゃ何食べるの？特に何も考えてない。癒着。I want into theもうライバルの煙の重かばライサマーエネミーのベクター。運命の向きの身 I like how to do スーパーサーガーサーチュルプルギナーサーベルハイラダムマトゥミーベイビー誰かだけひLet me show you guys. せっかくメイクしたのに、まあ、みんなが見てるからメイクしたんや。いや本当にね、メイクしたのにね、いやこういうこと多い、まあ、配信するためにメイクすることって多いじゃん。メールそうだね、メール全然送ってない。そりゃそうだわ配信終わったら送るね。だから早く終わるよみたいな感じ。ごめん、そんな。休みの日はいつも今日みたいな、ほとんどこんな感じか。外出てるかとかそんなもんでしょ。カダキさんの一日今お出かけする気何パーくらいある？ 20% そう、なんか外に出たいなんか外に出たいなみたいな感じなの。前から連絡来る。 LINE
きた。バグズライフだって、懐かしい。チンチミニチンチミニチンチンチリ、私は煙突掃除屋さん。チンチミニチンチミニチンチンチリ、町一番の顔もの。煙と灰を友として一日働き続けても、広い広い世の中は、ちょっと覚えてないけどこんな感じだった気がする。ちゃんとろくんるん、ありがとうございます。ゆういちさん、お疲れ、ありがとう。こんにちは、こんにちは。ハロー。How are you?育てたお尻めっちゃ痛いです。お尻傷が入ってるケースに
窓のドアも開いてる、なんて久しぶりなの、お皿もこんなにたくさん、閉ざされてた部屋もお祝いのために綺麗に飾られて、不思議な気持ち、この時を夢見てた、そう生まれて初めて音楽に乗り、生まれて初めて踊り明かすの、嬉しすぎて私舞い上がりそう、特別な誰かと出会えるように、今日はいろんな人が来るのよねみたいな、運命の人にも会えるかも、今夜は美しいドレスでおしゃれして、誰よりも魅力的に、恥ずかしいからチョコを食べちゃう、いろいろお話しして仲良くなるの、なんか変な気持ちね、そう生まれて初めて心が踊るの、生まれて初めて、痛いのに誰にも会いたくない、ちょっと待ってね、みんな待ってて、もしもこの手で触れたらみんな気づいてしまうわ、でも今日だけなら今日だけでも夢を見たい、開くのだもんを、今今生まれて初め、一人でいたいのに誰にも会いたくない、隠し通すのよ、エルさん、ねえ、ドアを開けて、心配してるの、の会いたいわ、そばにいれば支え合える二人で、どうしていくの、雪だるま作ろう、じゃあ晩ご飯作り始めるけど何がいい？唐揚げ、唐揚げがいい、みゆちゃん唐揚げ作って、
だから一番がいいのなのかのかして、今日としてないことしたいの、お手にないことなのかのかして、物足りないで引きやりたい、偶然と把握したい。別に興味ねえけどさ、なんか恋愛っていうのこういうのあんだね。何呼んだかい。マツケくるくるでー。うどん茹でるのは得意かわいいかわいい特技なことで、ちょっと1分だけ寝るね。閉ざされてた闇の壁、いいね、はい、おおおおお、向かなきゃ、え、かわいい、このスリッパ、セーラームーンのスリッパかわいいんだけど、会いたいわ、そばにいれば支え合える二人で。あかん、またこれ歌い始めてしまった。違う違う、なんだっけ、何歌おうかな。ぼんやぼんやぼんやの、増えてゆくオレンジさは燃えるから、切なさが私の胸に、夏が終わるのがお願い、抱きしめて熱が上がるくらいに、
つぬくたび外ひどい言えない秘密触れる心のままじゃいられないような揺れよりも熱いこの想い日に焼け出す肌に触れた時悲しくもないのにただ涙こぼれ地層になるのが不思議これが愛なら他に何にもいらないよあなた以外欲しくなんてない本当に些細な今はにそれが私なんですEverybody, they よっかしし。あ、来た。ディズニー行きたいわ。ディズニー、ディズニー。ちっちゃな頃から悪ガキで15で不良と呼ばれたよ。ナイフみたいに尖っては触るものみな傷つき。めっちゃ可愛いこれ。サメのスリッパめっちゃ可愛いか。タートルトーク。なんだっけ。イエーイ。違う。なんだっけ。ちょっとピザ食べるわ。こんだけ余すのはちょっとさすがになんか。いやいや。ちょっとチンしてくる。じゃあ。どれほど